隣国の自動車業界、火災事故やブレーキ欠陥、いきなり電源が切れるといった理由で、多数の車がリコール措置に入っていました。そのリコール総数、驚くべき結果が出たようです。記事によると、自動車のリコールが4年連続で200万台を超えた。過去5年間の累積リコール台数は1000万台に達した。来月から懲罰的損害賠償が導入されることになり、メーカーの足元に火がついた。24日、自動車のリコールセンターによると、昨年の自動車のリコール台数は227万台で、4年連続で200万台を超えた。1年の間、国産車102車種156万台、輸入車1003車種71万台がリコールした。年度別のリコール台数は、2017年に241万台、2018年に282万台、2019年に116万台だ。2016年から5年間の累積リコール台数は1035万台で、1000万台を突破した。国内の自動車登録台数が2337対人点を考慮すると、過去5年間の自動車10台のうち4台以上がリコール対象車種だったわけだ。今回の改正案は、メーカーに大きな負担になる見通しだ。数万個の部品で製作する自動車の特性上、大小の欠陥の発生が避けられない。電気自動車や自立走行など、未来の車の時代を控えて、ハードウェア HW の他のソフトウェア SW の欠陥が増加する可能性も高い。改正案は、2019年に初めて実施した自動車交換、転勤制度、隣国型レモン法実効性を高めるプラスの効果も期待される。隣国型レモン法は、新車購入後1年以内、走行距離2万 km 以内に同じ重大欠陥が2回以上、一般的な欠陥が3回以上再発する場合は、メーカーに新車交換または転勤を求めることができる制度だ。レモン法施行のみ、2年が経ったが、この制度を適用受け、交換判定を受けた事例は1件に過ぎない。仲裁の間に、製作会社と借り主間の合意に、交換または返金が行われた事例は30件である。リコールは、自動車製造上の欠陥を是正する制度だ。安全運行に支障を与える欠陥を、メーカーや輸入会社が所有者に通知して、部品の修理、交換などの是正措置をする。最近の排出ガス規制の強化と電子機器の導入に、部品の構造が複雑になっている上、消費者の障害申告事例が大きく増え、リコールは継続増加だ。過去のリコールに対する認識は否定的であるが、メーカーが欠陥を認めて、消費者の被害を予防するという点で肯定的制度で評価されている。しかし、メーカーが欠陥を故意に隠蔽した場合、実際の被害事例が発生する前までは、これを制裁することができる制度的装置は不備だった。政府は、これを補完するために、次の月の5日から自動車管理法を改正し、懲罰的損害賠償制度を導入する。欠陥を知りながら、是正措置をしていない消費者の生命と身体、財産に、重大な損害が発生すると、5倍の中で賠償しなければならない。課徴金の髪型である。欠陥を隠蔽、縮小したり、先延ばしリコールをした場合、追徴する課徴金を、現行の対応車種の売上高は、1% から 3% に高める。欠陥調査時、メーカー資料の提出が義務付けられて、繰り返された火災のように、特定の条件の下で、適切に提出が行われない場合は、欠陥があるものと推定する。業界関係者は、懲罰的損害賠償制度を含む自動車管理法改正案の施行に、メーカーの責任が強化され、消費者の権益が高まるものと見られると述べた。ヒュンダイ自動車、エンジンは火を吹く、EV は発火する、もともと自動車産業に向いてないのではないのでしょうか。ヒュンダイ自動車の米国、中国販売は減少していて、先月の海外販売は 7% 減少。売上が回復しているトヨタ、ホンダとは対照的な結果となっている。自動車は人の命を預かる大事なものなので、
度重なるリコールで信頼度が低下していけば経営が成り立たなくなってくるだろうね。この国は安全性とかは二の次なんだね。スマホや車のバッテリーや、とにかく爆発や火を焼く服、ホラも服。そういえばマンションも外壁に可燃性素材を使用しててよく燃えてましたね。過去5年における累積リコール数が1000万台って驚異的な数字ですね。実際、昨年においては時間を空けることなくリコールのニュースが報道されていたのが印象的でしたが、実際、昨年12月においてはヒュンダイ自動車で火災の危険のあるエンジンの問題により12万9千台をリコール。同じく12月にはヒュンダイの電気自動車コナデブレーキ欠陥により4車種5万2759台についてリコール措置。昨年9月にはヒュンダイ・キア自動車が米国で約60万台の車を異臭がするとのことでリコール措置に踏み切っていました。ただそのリコールの多さに加えてリコール措置の対応の遅れをめぐり米運輸省道路交通安全局 NHTSA との間で計2億1000万ドルの民事制裁金を支払う決定も下されていました。どんな問題が起きたとしても原因不明と言及し、改善が見られないまま新車を続々と販売し、あらゆる問題が発生、結局リコール措置と決定され、リコール対応に資金も時間も取られ、挙句の果てに対応が遅いと言われて制裁金を要求される現状。なぜこの状態で会社の存続が実現できているのかな。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか。チャンネル登録、高評価もお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。